めっちゃ入ってる。え、血出てますけど。いや、強い。状態、すいません。人間じゃない。はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、Fate Stay Night Unlimited Blade Works 第10話見ていこうと思います。はい、というわけでやってまいりました。Fate ですね。今回も見ていこうと思います。UBW 相変わらず進んでいる中で、激アツピーナッツな展開が続きつつも、バーサスキャスターに向けてどんどん話が進んでいるわけで、まあマスターをいろいろ探していこうぜ、みたいなところでこう進んでいるわけなんですけれども。いやー、いいですね。なんかもうこの Fate の世界が解像度高くこう描写されていることに僕はもう幸せしか感じないので、今回も楽しんでいきましょう。キャスター周りのお話がね、この文じゃなくて映像でこう話になっていくとどうなっていくのか、あいつはどのくらい強いのか、いろいろと注目していきたいところですので、楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さあ行きましょう。さあ、あなたに、さあ、これはあれか。ああ。うん。ああ、じゃあ。その体は剣でできていたね。さあ、まあ、これは多分、アーチャーの見てきた世界でいいのかな？さあ、まあ、いろんなあれをしたわけだもんな。アーチャー自身も。ああ。きっかけに近いわな。さて、遠坂家。ああ、いつ仕掛けんのかっていう。まあね。まあそこだよね、でかいのは。ああ。なるほど。まあでもなんか魔術師としてのあり方が、うん。なるほど。まあちょっと乱されつつあるね。ああ。なるほど。さて。オッケー。目覚めが悪い。まあいろいろと考えるところが出てきてしまうわけだ。
アーチャーが気になってしまう。さて。お。一斉とくずき。うん。おう。兄貴分。そんな？居候。3年も前なんだ。お！うん。でも答えてあげてほしい。あら。うん。祝言？うん。ああ。なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。いやー。うん。まあね。早いに越したことはない。試す。お？うん。呪詛。うん。まあ。ああ。心配してる。まあ、そうだよな。こうなったら白が折れないといけないもんね。余計。乗っといた方がいいと思う。さて、二刀流。短い方がいい。ちょっと、やっぱり憧れみたいなものを抱いてしまっているわけだな。あんな風に。珍しいよね。双剣キャラって。さて、帰り道。うん。なるほど、なるほど。さて。あ、気配もないんだ。お？ああ。まあ、そうね。キャスター側に肩入れじゃないけど、キャスター側のがいいんじゃねと思ってるわけだもんね。生かしておくのが得だみたいなことを思ってるし。すごいな。こんなとこ通ってんの？
なるほど。すごい歩くね、それにしても。そもそもクズキって何者なんだっけ？まあそうね、それを確かめるためだもん。さて、食らったわけだが、来た！5人目のマスター。さて。お？正面から、うわ。うん。冷静だな。そうね。そうだね。どう返す？そこは？おう。おい。殺人鬼。ああ。さて。お？目くらまし、お。出てきた！うわ、タイマジス。さあ！マジ？
そんなのあり？え？え、めっちゃ入ってる。え、血出てますけど。え？ちょ。いや、強い。は？なんだ？引っ張って。は？え？え？すいません。人間じゃない。え？こんな強いの？かい、ちょ、待って、強すぎ。え？え、こんな相手にならないの？初見殺しってこと？え、ぼ、あ、ああ、ルルブレ、あ、いや、早い！ええー。強すぎる。その拳買って、どういう原理？何者ですか？あ、化け物です。強い武器。おお。危険を。干渉バケだっけ？動く！焼き切れたわけだな。え、ちょっと待って、ちょ、クズキが強すぎるんですけど、ちょっと待って。初見殺しだから？おお。ああ。中身まで。ああ、すげえ難しいんだよね。あ、そうか。おう！ああ、やばい、反動が。
てかめちゃくちゃしてなかった。ちょっと待って、ちょっと待って、クズキがやりたい放題したんだけど。あー出た、クソキモムシ。あ、ちょっと想像以上に圧倒してたな。あら、うわ、もう、このマスター。ああ、そういうことか。おー、すごい懐が深く見えるな。うん。余分なもの。はいはい。いらんないものなどない。うわ、うわ。ああ、金ピカ。いや、もうあの肩を触る行為ですら僕はもう恐ろしくてしょうがないよ。あの男を前に。シンジのこの、何、無遠慮さには僕はもうヒヤヒヤしております。一番言葉に気を使うべき相手なんじゃなかろうかと僕は思ってるんですけど、どうなんですかね。いやー、そうかそうか、まず必要なものはあれだよな、多分器だよな。そうか。いや、てかちょっと待って待って、それ以前にクズキがちょっと強すぎたんだけど、びっくりしたんだけど。え、だって完全に見えない剣が見えていたぞ。だって、あ、誰だっけ、あれだよね。ランサーですら、最初ちょっとよくわかんねえぜ、みたいな感じになってたもんね。一瞬で周りを見切ったってことだろ？何者なの、クズキって結局。てか、セイバーを倒したとこまでは覚えてるんだよ。え？え、でも、あ、そうか、でも、そうか、ライダーボコボコにしてるぐらい強いんだもんな。え、そうか。だが、セイバーと互角ってイメージがあったけど。お？なんだ？来訪者は軽やかに。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、いや、やっべえな。クズキってこんな強いの？マジで。え、てか、なんか、勝手なイメージだけど、セイバーと互角ぐらいだと思ってたわ。こんなボコボコにしてたの？勝手にそう読んでたわ。
ボコボコじゃん。もうポコポコ。もう。っていうか、これどっちがおかしいんだ。なんか、やっぱり初見で、うまく対応しきれなかったセイバーが、落ち度なのか、クズキが強すぎるのかっていう問題。どっちなんだろうね、でも。いや、でもどっちもあるんだろうな。セイバーも多分初見だから、多分、びっくりしたっていうのもあるんだろうな、やっぱり。うん、マスターにここまで遅れを取るとは思わなかったと思うけど、あ、こんなボコボコにしてたんだね。いや、やばいな。そりゃそうか。ライダーボコボコにしてんだもんな。いや、でも、いや、ちょっとやばかったな。の、すげえな。いや、マジ何者なんだろうっていう感じではあるんですけど。いや、そうなんだよね。だから、あの印象というか、なんか、そうか、マスターが先、前に出るタイプなのかっていうのは非常に覚えてるんだけど、あ、ここまで公然的にボコボコにできるほど絶望感のある相手だと思わなかったな。いやー、どうしたものかだな。キャスター単体でも厄介なのに、クズキがさらに厄介みたいなところで。なんかやっぱりキャスターの苦手な部位をクズキがうまいことサポートしているわけで、いや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 、恐ろしい恐ろしいっていう感じではあるな。これはかなり、でもなんかこの戦いってやっぱりキャスターかなり有利だよな。キャスター陣営というか、いやー、2体いるもんな。でも本当にだから、なんか、どうなるかだよな。だから、アーチャーも、だから言ってしまうとキャスターについた方が得だよっていうのはこういうところを見ているわけで、いろんなものを見ているわけだよな。なるほど、なるほど。まあまあまあ、当面の目標はバーサーカーをどうにかするかっていうところで、一番なんかやっぱりカードとして強いものを持ってるのがキャスターだから、キャスターにつくべきだみたいな話をしてたと思うんだけど、いやー、恐ろしい限りでございますね。ねえねえ、という感じで。いやー、いいな。でも、投影かっこよかったな。こう、ガッていうさ、なんかゲームだとさ、なんか投影ってなんか特殊なさ、腕のさ、なんかこのビビビビみたいなさ、あれだったけどさ、投影がされるまでのこの演出とかめちゃめちゃかっこよかったね。あー。いや、いいな。あの二つの剣かっこいいよな。いや、いいですね、いいですね。いや、でもかなり投影魔術ってむずいんだよね。なんか今日か、なんか、で、その次に投影っていうぐらい、ステップとしてはかなり先のステップにあるっていうのが確か投影魔術だったと思ってんだけど。いやー、それをできるってすごいな。なんか特殊な目を持ってるみたいな。なんか再現が得意みたいな話ではあったような気がするんだけど。いや、いいな。でもやっぱり投影魔術かっこいいよね。やっぱりトレースオン。言いたくなってしまう。いやー、素晴らしいなというふうに思っていますね。いやー、でもキャスター戦、クズキ戦やばかったな、マジで。いやー、あっちいな、あっちいなっていうところで。いやー、まだまだ気になるポイントいっぱいあるわけですね。いやー、やっぱり抜けてるな、細かいところの記憶がな。いやー、こんな時にキャスターとクズキってなんでこう、一緒にいるようになったんだっけ？いや、なんかキャスターは、最初いろいろとね、あったのを覚えてるんだけど、なんでクズキになんかたどり着いたのかっていうのは非常によくわからないところではあるわけですよね。うん。いや、いいですね。金ピカも動いてくるぞ、これ。いや、でも本当に不安になるわ。ちょっとシンジの無礼な振る舞いに。金ピカにあんな風に、あんな風に対応していいのかっていうところではあるわけですよね。うん。怖くてしょうがない、本当に僕は。うん。まあでもね、多分金ピカも動いていくと思うのでね、これから先も注目していきたいですね。はーい。いやいや、どうなってしまうのか。ちょっとハラハラしながらもね、これから先追いかけていこうと思いますので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。はい、というわけで、今回はこんな感じで終わろうと思います。はい、というわけで、以上、Fate Stay Night アニメテッドブレードワークス第10話でした。バイバイ。